受け継がれる殺意。五年前。ひどいな。殺されて焼かれた上に埋められたのか。通報によって駆けつけた捜査員は、遺体を調べた後、そうつぶやいた。その白骨死体は、都心から少し離れた山林で発見された。あまり人が入らない場所だが、犬の散歩をしていた人が、 雨が降ってぬかるんだ参道で足を滑らせ、リードを離してしまった。不意に自由になった犬は、喜び潜んで山の中を走り回り、普段は人がほとんど入らないところまで行ってしまった。飼い主が見つけたとき、犬は、何やら必死に土を掘り返しており、見ると、白いっぽいものが露出しており、警察に通報、遺体発見となった。 犬が偶然見つけなかったら、発見されることもなかったかもな。その遺体は、死後一年以上経過していると思われ、骨の状態から、殺された後に焼かれて、埋められたと考えられるが、身元はわからず、捜索願いが出されている行方不明者の中にも該当がおらず、今も細々と捜査は続いているものの、実質、 未解決の殺人事件として認知されている。そして現在。学生はもう夏休みなんですよね。いいな吉村朝日は、上司である水原に聞こえるように、さりげなく言った。とってもいいわよ、夏休み。水原夏目は、ノートパソコンに視線を向けたまま言った。本当ですか 何も事件が起こらなければね。それって実質無理ってことじゃないですか私もできれば長期の休みを取りたいけどね。事件が起こる以上は仕方がないわ。そもそも勤務体制を変えるとか、そういうのは、それは私に言っても無理よ。誰に言えばいいですかね牧田警視なら、 相談に乗ってくれるんじゃないかな。牧田啓示ですか。何か問題でもあるのいや、その、牧田啓示の前に出ると、何というか。何自分がとても情けなく感じるというか、萎縮してしまうというか。怖いとかそういうんじゃなく、半分無意識に、男として比べてしまって。 なるほどね。確かに牧田啓司は魅力的な人だからね。上司としても、人間としても。でも、吉村君は吉村君の良さがあるでしょ。比べたってしょうがない。きっと、牧田啓司ならそう言うわよ。そうですかね。じゃあ、相談してみようかな。水原さんも、休みが取れたら嬉しいですよね。それはもちろん。 よし。じゃあ、話してみます。警視庁捜査一課の刑事である水原と吉村には、実質決まった休みはない。休暇中でも、人員の状況次第で呼び出されるし、彼らが担当する事件は、緊急を要することが多く、明日やりますれば済まないことがほとんどで、ゆっくり休むという機会は、ほとんどないと言っていい。 夏季休学か。視線を窓の外に移すと、水原は不意に呟いた。中学の時のトラウマ的経験から、誰にも頼らないで生きていける強さを求めて、がむしゃらにやってきて、若くして警視庁捜査一課の警部になった。その間、恋愛をしなかったわけではないし、うち何人かには、中学の時の出来事を話したこともある。 そして、話を聞いた全員が、俺が君を癒してあげるという反応を示した。言葉こそ違えど、言っていることは同じで、その言葉の中には、怪我されてしまった君をきれいにするというものが含まれていた。そう言われれば、嬉しくないわけじゃない。でも、何か違和感があった。私は汚れているわけじゃない。 そう思いたい自分がいて、癒そうとする優しさを素直に受け入れられなかった。結果、ほとんどの付き合いが長続きしなかった。それが変わったのは、現在の恋人、あがたと出会ってからだ。あがたは、中学の時の話を聞いても、癒してあげるとは言わなかった。何も言わずに抱きしめ、ありのままの水原を受け入れた。 あなたにとっては、水原は汚れてなどおらず、トラウマを乗り越えて、今の場所までたどり着いた、人間として尊敬すべき相手であり、愛する女性だった。そんなあなたとの付き合いも、もうすぐ三年になる。当然、結婚という選択肢が頭をよぎることもあるが、最近はそれよりも、二人で長い休暇をとって、どこかに行きたいと思うようになった。 事件という日常を忘れて、綺麗な景色を見て、美味しいものを食べて、好きな人と好きなだけ一緒にいる、非日常に浸る。夫婦ではなく、恋人と二人で。仕事が嫌なわけではなく、それどころか、転職だとすら感じているし、誰かと付き合っても、そんなことを考えたことはなかったのに。随分と変わったわね。 夏目。自分の変化を意識して、テレ笑いで頬が緩む。でもきっと、それは悪いことではない。水原さん。早かったわね、吉村君牧田啓視と話はできたのいませんでした。出かけてるみたいです。そう。牧田啓視も忙しいし、仕方ないわね。会って話すのが難しそうなら、 メールでも送っといたら。僕みたいな下っ端からメールなんかして大丈夫ですかね牧田警視はそんなこと気にしないわよ。むしろ、そういう格式ばったものを嫌う。なるほど。わかりました。じゃあメールしてみます。と言っても、慣れ慣れしいのはダメよ。それぐらいわかってますよ。それならいいけどね。 牧田刑事えはい、水原です。今、何か事件を持ってるかいえ、中止になって捜査しているものはないです。事件ですか去年、水原の今頃担当した事件を覚えてるかもちろん、5人逮捕で落ち込んでいた時の事件ですから。そうだったな。 去年の事件と何か関係あることなんですか事件そのものに関連はないと思う。同じなのは場所だ。場所去年の事件、殺されたうちの一人は高校生だったろ。その高校生が通っていた高校で事件なんだ。確か、エ山高校そうだ。 その演算高校で殺人未遂だ。ただし、二人のうち、どちらが加害者かはわからない。一人はナイフで刺されて緊急手術中、一人は頭部を殴打されていて、まだ意識が戻っていない。どういうことですか俺もそれ以上のことはわからない。見つかった二人がいる病院には、警備の手配はした。今すぐ現場に行けるなら行け。まだ鑑識や、 機動捜査隊がいるはずだ。難しいなら、現地からライブで映像をつないでもらい、話はしてある。わかりました。少々複雑な事件かもしれないが、任せだぞ。承知しました。必ず解決します。頼む。じゃあ、またな。お疲れ様です。電話を切ると、 水浦は起動捜査隊の一人に連絡をして、ノートパソコンに現地の状況を映し出した。事件ですかねえ、牧田警視から任されたわ。現場に行きます行くのは病院よ。現場の状況は、これで確認する。あ、なるほど。病院に行くから、車を用意して。わかりました。すぐに。 吉村が車を用意するために部屋を出て行くと、水原はパソコンのスピーカーをオンにした。幾田さん、お疲れ様です。水原です。まあ、水原警部、お疲れ様です。牧田警視から聞いてます。この事件は、多分水原警部が担当することになると。で、え、私が担当します。早速ですけど、現場の状況を教えてもらえます。 承知しました。牧田刑事に聞いたと思いますが、事件としては殺人未遂になります。病院に運ばれた二人は、共に永山高校の教師で、一人は社会科の教師である月島志保、もう一人は IT 系の授業を担当する、智紀美彦。二人が発見されたのは永山高校の花壇のところで、現場の状況だけを見ると、君島志保の方は、 近くにあった鉢で頭を殴打されて意識不明。なちきみひの方は、刃たり18センチのナイフで、胸のあたりを刺されたといったところです。傷はそれほど深くなかったですが、出血がひどく、現在緊急手術中です。第一発見者は、永山高校の物理教師で、竹山誠二という男です。何でも、 去年この学校で殺された生徒の担任もしていたとか。ね、え、その名前に覚えがあります。その竹山が二人が戻ってこないので探しに行ったら、花壇のところで倒れている二人を見つけたと、それですぐに警察に通報してきたようです。戻ってこないから探しに行ったというのは竹山は、月島志保、那智君彦と三人で、 最近学校で起こっていた事故について調べていたそうです。事故 ?7 月に入ってから、永山高校に昔からある七不思議に絡んで、事故や不可解な出来事が続いていたらしくて、学校として無視できない状況になっていたようです。それで、最初に事故が起こった場所に居合わせた月島仕事なちき紀ひこが中心になって調べ始めて、そこに竹山が加わった。 竹山は、去年この学校で起こった事件の時、音楽室の女幽霊というやつを見たらしくて、自分も加わる必要があると感じたと。その七不思議については、詳しく聞きましたかいえ、そこまではまだ。わかりました。その件は、私が直接、竹山さんに聞きます。承知しました。水原警部は、現場には、 私はこれから、月島と那智が運び込まれた病院に行きます。彼らが着ている服に、真相に繋がる証拠があるかもしれないし、目を覚ましたら、すぐに話を聞きたいですからね。なるほど。わかりました。大体の話はわかったんですが、移動する間に、動画で現場の状況を見せてもらえますねえ、構いませんよ。水原さん、車の用意できました。 ありがとう。すぐ行くわ。生田さん、車に乗るまで少し待ってもらいます。タブレットに切り替えます。ええ。水原はノートパソコンの電源を落とし、回線をタブレットに切り替えると、生田が送ってくる現場の映像を見た。車、出していいですかいいわよ。生田さん、OK です。二人が倒れていたあたりを見せてもらえますか わかりました。タブレット越しに見る現場に、水原は少し違和感を覚えた。自分の目で直接現場を見ることに慣れている水原にとって、このシステムはまだ馴染めない。しかし、有用性は高く、慣れていった方が今後の操作にプラスになることはわかっている。自分で直接確認する必要があると思った現場には出向くが、それ以外は、これとうまく付き合っていく方がいい。 思ったより出血が多いですね。ナチが倒れていた場所に溜まった血だまりを見ながら、水原は言った。そうですね。傷はあまり深くなかったとはいえ、発見されて、救急車が来て、止血処理がされるまで少し時間かかっていますから。正直、よく生き延びだと思います。刺さったナイフを抜かずにいたことが幸いしたのかもしれません。 救急隊員が到着したとき、ナイフは刺さったままだったと。ええ。二人の状況を見て、ただ事とじゃないと思ったんでしょう。第一発見者の竹山が救急車が到着するまでの間、二人の状況をスマホで撮影して、動画に残しておいたんですよ。それを見せてもらったら、刺さったままになっていました。二人を運んだ救急隊員からの証言も取れてます。なるほど。 そういうことですか。水原は、幾多に指示を出しながら、現場の状況を一通り見たが、実際のところ何が起こったのかは、わかりそうになかった。やはり、月島仕事、なし君彦きが意識を取り戻すのを待って、話を聞いた方が良さそうだ。幾多さん、ありがとうございました。引き続きお願いします。承知しました。 水原はタブレットの電源を落とすと、視線を前に戻した。何かわかりました気になる点はあるけど、どれも漠然としてるわね。事件があった学校で、去年のあれと同じ学校ですよね。ええ。あの時も、音楽室の女幽霊っていう七主義の話が出たけど、今回は本格的に関係していそうよ。 どういうことですか今向かっている病院に運ばれた二人は、最近学校で起こっている七不思議に関する事故について調べていたらしいわ。第一発見者の竹山という教師と三人でね。じゃあ、今回の事件は、七不思議の幽霊たちの仕業ってことですかそんな馬鹿な。馬鹿げている気もするけど、今までもあったでしょそういうこと。 それはそうですが今はとにかく病院に急ぎましょう。水原は病院に向かう車の中で何が起こったのかを考えていた。現場の状況を見ると二人がお互いに対して殺意を向けたとも考えられる。もしくは第三者がいてその人物が二人を襲ったのだろうか。そうなると 怪しいのは第一発見者の竹山ということになるが、どうもしっくりこない。この事件には、今思っている以上の何かが隠されているのかもしれない。水原は、今回の事件が、また自分の常識を超える事件になるだろうことを覚悟した。ここは、う <laughs> う月島志保は、 目覚めたと同時に頭に激しい痛みを感じた。とっさに頭を押さえると髪の毛とは別のものに触れる。包帯どうやら自分はベッドに寝ているらしい。部屋を見る限りどうやら病院らしい。なぜ病院につ、え、うん。思い出そうとすると頭に激痛が走った。 一体何があったのだろうか病院にいて頭を怪我しているということは何か事故にでも巻き込まれたか防寒にでも襲われたか念のため自分の体を確かめてみるが頭以外は怪我はしていないらしい。右腕が少し痛むがあざや傷があるわけではない。次に自分の服やスマホがどこにあるのかを確認する。 今着ている服は病院のものだから、ここに来た時には別の服を着ていたはず。ない。部屋を見渡した限りでは、服もスマホもない。スマホを見れば、この状況の理由が分かったかもしれないのに。どこにあるのかしら。治療に邪魔だったから、病院側で預かってるの。仕方なく、 状況の理由を考えてみたが、これといったことが思いつかない。さらに深く探ろうとすると、頭痛が自己主張を始める。しょうがないわね。体をよじって、ナースコールを押すと、一分もしないうちに、看護師さんが部屋に入ってきた。気がついたんですね。ええ、あの、ここは カメリア総合病院です。頭に包帯が巻いてありますけど、思ったより傷は深くなかったので、そんなに時間がかからずに取れると思いますよ。頭の怪我って、どんなそのあたりは、警察の人が話してくれると思います。警察なぜ警察が詳しいことは、私もわからないので。 そうだ。私の服とスマホはどこに私たちが預かっています。ただ、お戻しするのは、警察の方と話をしてからになるみたいです。どういうことですか私が何かしたとごめんなさい。私にもわからないんです。どういうことだろうかもし、何か事故にでも巻き込まれて、 今ここにいるなら、私は被害者のはずだ。にもかかわらず、警察と話してからじゃないと服も返してもらえない。加害者である可能性もあるということ。そもそも私は、大丈夫ですか名前が名前私、私は、誰なの 思い出せない。ここにいる理由だけじゃなく、名前も。先生を呼んできます。看護師は病室を出て行き、数分後に医者と一緒に戻ってきた。医者は、何やら色々質問をしてきているが、章は上の空だった。思い出せない。自分が何者なのかも、なぜここにいるのかも。 もうすぐ警察の方が来ます。いろいろ質問されるでしょうけど、あなたが持っていたものを見せてもらえると思うので、そうすれば何か思い出せるかもしれません。落ち着いて、記憶は戻りますから。医者は、できるだけ穏やかに、何も心配はいらないといった口調で言った。警察が、ある事件の容疑者を尋問するつもりで来るなら、かなり苦痛な状況が予想される。 だが、今はどうしようもない。怪我をして、記憶もなくしている状態では、おとなしく待つしかない。わかりました。小さくつぶやくと、死後はベッドに横になった。記憶がないというのが、どれほど恐ろしいことか、なってみなければわからないものだ。しかし、思い出すこともまた、怖くもある。 記憶がなくても、今自分が置かれている状況が普通ではないことはわかる。日常の営みと掛け合われたことが起こったから、私は今、ここにいる。思い出したいのに、思い出したくない。二つの思いがぐるぐると回る。翔は、現実から目を背けるように、ベッドの中で体を丸めて、目を閉じた。 記憶喪失病院に着いた水原は、担当の医者から二人の状態を聞いた。梨木美彦の方は、手術は無事に終わり、今はまだ眠っているが、経過は良好。月島志保は、先ほど目を覚ましたが、自分の名前も思い出せない状態だという。頭部を強く殴られたせいですかね。それもあると思います。あとは、 頭部を叩かれた、その時の状況が、彼女にとってかなりの恐怖で、過度なストレスが一気にかかったことで、記憶を閉じ込めてしまったということも考えられます。なるほど。話はできそうですかええ、大丈夫でしょう。ただ、一度にいろんなことを思い出させようとするとかなり負荷がかかってしまうので、そこはわかりました。 できるだけ無理はさせないようにします。お願いします。二人の持ち物は警察の方から連絡をいただいて厳重に保管してあります。先に確認しますかええ。では、こちらへ。二人は医者の後について持ち物が保管されている部屋に向かった。お疲れ様です。 部屋の前に立っている政府警官に挨拶して部屋の中に入る。ナチの持ち物は服、スマホ、刺さっていたナイフ。シオの持ち物は服以外はスマホしかない。スマホにはロックがかかっており、中を見ることはできないが、おそらく本人に渡しても記憶喪失の状態では開くことはできないだろう。警察で預かり、 ロック解除のパスワードを確認するしかなさそうだ。これは、日記いや、メモか。ナチの服を調べていた吉村が、独り言のように言った。何か見つけたのこれ、これが、ジャケットの内ポケットに入っていました。吉村は、文庫本サイズのメモ帳を水原に渡した。 月島と竹山、三人で調べていたっていう、七不思議についてのメモみたいね。これを調べれば、二人に何があったのか、見えてくるかもしれませんね。そうね。吉村君は、このままここで、メモ帳の中身を調べてもらえる私は、月島志望に会ってくるわ。承知しました。先生、月島さんの病室へ案内をお願いします。 わかりました。行きましょう。持ち物が置かれた部屋から一分ほど歩くと、病室に着いた。ここも、部屋の前に政府警官が一人いる。コンコン。月島さん、開けますよ。ドアを開けると、塩はベッドから上半身を起こして、水原たちの方に視線を向けた。こちら、警視庁の水原さん。 お話を聞きたいそうです。こんにちは。そんなに警戒しなくても大丈夫よ。女同士、落ち着いて話しましょう。あなたは、刑事さんそうよ。私は、警視庁捜査一課の水原。あなたは、月島志保。そう。 それが私の名前なのね。名前を聞いても何も思い出せない。何をしていたとか。私を何かの事件の犯人だと思ってるの刑事さん。現時点では何とも言えないけど、その可能性もあるかもね。隠さないのね。意外だわ。そんなことはないって言うと思ったのに。 隠してもなんとなくわかってしまうものよ。それよりも、私はあなたに記憶を取り戻してほしい。私も思い出したいわ。何があったのか。何か覚えていることはない誰かと一緒だった気がする。誰なのかは、わからないけど。自分の職業はわかる。あなたは教師よ。 英山高校の社会科の教師。英山高校教師そう。何か思い出したごめんなさい。じゃあ、七不思議についてはどう七不思議英山高校に昔からある、いわゆる学校の七不思議。あなたは、それについて調べていたのよ。 私が、七七儀について。そうよ。じゃあ、一緒にいたらしい誰かも、私と同じように、七七儀について調べていた。その可能性は高いわね。もちろん、全く関係がない可能性もあるけど、病院に運び込まれる前に、あなたが発見された場所は、学校の敷地内だしね。私は、 学校で発見されて、病院にええ。頭を殴られて、気を失ったんだと思うわ。そしてそれが原因で、記憶障害を起こしている。そこで発見されたのは、私一人い,いえ、もう一人いたわ。その人はどこにあなたと同じように、病院に運び込まれたわ。 生きてるのええ。危険な状態だったけど、一命は取り留めた。目を覚ましたら、その人にも話を聞くわ。その人の名前はナチ・キミヒコ。あなたと同じ、永山高校の教師よ。ナチ・キミヒコ。ええ。何か思い出せそう ごめんなさい。まだ、何も。そう。いいわ。今日はここまでにしましょう。ごめんなさい。あの、私のスマホを返してもらうことはできますかスマホを見れば何か思い出せそう。わからないけど、もしかしたら。スクリーンロックを解除するパスワードを覚えてる そっか。覚えてはいないみたいね。でも、ひょっとして。ちょっと待ってて。水原は、一旦病室を出ると、潮のスマホを持って戻ってきた。解除できる。塩の横に座り、スマホを手渡す。塩は、スマホを手に取って、しばらく見つめていたが、 やがて首を横に振った。ダメ。思い出せない。数字を思い出そうとしなくていいわ。その画面を見ながら、指で数字を辿ってみて。あ、開いた。うまくいったわね。そうか。手続き記憶。そうです。数字は覚えていなくても、何度も辿っている動きを。 体は覚えているかもと思って。この場合、体というより、指と言った方が正しいのかもしれませんけどね。どうスマホを見て何か思い出せそう。ごめんなさい。やっぱり無理みたい。そう。私も中身を見せてもらってもいいどうぞ。水原はスマホを手に取ると、 いくつかのファイルを開いて確認した。ざっと見た限りでは、気になるやりとりや、うとナチに何が起こったのかを示すような写真もない。月島さん、この写真の人に見覚えはわかりません。誰ですかこの人が、ナチ君彦。あなたと一緒に病院に運ばれた人よ。 ごめんなさい。じゃあ、こっちの人は誰ですかこの人は、竹山誠司。物理の教師よ。ごめんなさい。やっぱり。そう。じゃあ、何か思い出したら教えて。また来るわ。水あると医者が病室から出ていくと、死後はまた一人になった。 スマホを見ても何も思い出せなかったが、一つ分かったことがある。それが何を意味するのかは分からないが、ここにはいない方がいい。まだ何も終わっていない。そんな気がする。翔はポケットにスマホを入れると、夜が更けるのを待った。演技ではなさそうだ。吉村がいる部屋に戻りながら、 水原は思った。記憶喪失と聞いたとき、何か理由があって忘れているふりをしている可能性も考えたが、今話した限りでは演技ではなさそうだ。本当に何も思い出せないのだ。そんな中で気になったことは一つ。ナチ・キミヒコに対する反応だ。ナチの名前を聞いたとき、そして写真を見せたとき、 死をは、拒絶するような反応を見せた。表情が一瞬引きつり、足が病室の入り口の方に向きかけた。ナチを知らない、いや、思い出せないというのは、おそらく本当なのだろう。だが、本能的な部分で何かを察知していて、おそらくはそれが、一瞬の動きに出ている。だとすると、ナチが司法を殺そうとしたのだろうか。しかし、 刺されたのは那智の方で。水原さん、どうでした持ち物が保管されている部屋に戻ると、吉村が言った。気になることはあったけど、まだ何とも言えないわね。思っている収穫はなかったってところかしら。吉村君の方はこのメモ帳、日記のように色々書いてあります。七七匹の調査のことがたくさん。 まだ全部読んだわけじゃないですけど。何か今回の件に関することが書いてありそうね。なちきみひこはまだ目を覚まさないし、一旦本庁に戻りましょう。服は分析に回して、私たちはこのメモ帳を調べる。はい。しかし、IT 教師というから、何というか、そういう機器で記録を取っていると思ったんですけどね。メモを取るにしても、 小さなノートに手書きとは、随分アナログというか。そういう人、他にもいるわよ。ちょっとしたメモとか、思いついたことは、紙のノートに手書きして、実際に形にするときは、パソコンやスマホでやる。吉村君が言うように、すべてスマホやパソコンで済ませる人もいれば、私が言ったみたいに併用する人もいる。人それぞれよ。なるほど。 確かに言われてみれば。でしょってことは、なじきみきこも、このメモの内容を、例えば資料とかにするなら、その時はパソコンで。そう思うわ。でもだからこそ、そのメモ帳は貴重なのよ。整理する前の情報がそのまま書かれているからね。加工されたものじゃない分、見づらかったりもするけど、生の情報が散りばめられていると考えれば、 情報の質としては、そっちの方がいい。加工された時には消えているものも、ここには書かれている可能性がある。そういうことね。それと、二人の経歴についても調べないとね。手配します。本庁に戻ると、水原はメモ帳を開いた。吉村が言った通り、七不思議の調査についてのことが、色々と書かれている。 最初の日付は7月2日。夏休み前に行うイベントの準備中に起こった不可解な出来事。そのことを発端として、ナナフシーのことを調べるようになったとはある。そして、まずはそれぞれのナナフシーの場所に、どんなものがいるのかを調べるために、図書室で本を漁ったり、映山高校に昔からいる先生に話を聞いたり、定年退職した先生に連絡を取ったりと、 色々していたようだ。だが、期末テストを控えた時期であり、テスト後のイベントの準備もあるため、思うように調査は進んでいなかったようだ。なるほど。調べている間にも、色々と事故が起こっていたのね。中には事故と言っていいのかわからないものもあるけど。まだ途中までしか読めていないとはいえ、今のところ、月島仕事、 なチ・き彦は発見された時の状況につながるものはない。どんな理由であれ、月島先生と行動を共にできる時間が増えるのは嬉しい。今日のファッションは黒いタイトスカートに白いブラウス。シンプルだが、月島先生はスタイルがいいからよく似合う。ところどころに書かれている、こういった言葉を見ると、ナチが月島に片思いをしていたらしいことがわかるが、 それがあの結果につながるとは思えない。見てはいけないものを見た気もするし、月島章にはこんなことは言わない方がいいだろうが、ストーカーを思わせるほどのことは書かれていないし、ナチの写真を見た時の彼女の反応を裏付ける理由にはなりそうにない。<うっ> <laughs> お疲れですか、水原さん。デスクに座ったまま背伸びをしていると、 吉村がコーヒーを持ってやってきた。ありがとう、吉村君大丈夫よ。それならいいですけど。どう調査の方は。まだ調べを待ってませんけど、二人とも犯罪歴もないし、勤務態度も問題ないようです。殺人未遂事件を起こすようには思えませんね。月島志望と話した時も、そう思ったわ。でも、 彼女のナチに対しての反応を見ていると、ナチの方には何かあるのかも。何かあると言えばありますけど、誰かを怯えさせるようなことじゃないですよ。何があるのあのナチっていう先生、子供の頃から心臓が悪くて、高校一年の時に心臓移植の手術を受けてるんです。それまでは体調は不安定で、 あまり学校の成績も良くなかったみたいですけど、移植手術が成功してからは安定して、そこから懸命に努力して、今の職に就いたようです。若いけど苦労してるわけね。確かに、そういう経験をしている人が、未遂とはいえ、殺人事件を起こすなんて、考えにくいかもね。メモ帳の方はどうです 今のところは特に。ナチが月島に恋愛感情を持っていたことぐらいかしらね。分かったのは。ああ、確かに、そういう文章が所々にありましたね。さて、じゃあもう一頑張りしようかな。メモ帳の分析は終わらせたいし。じゃあ、僕も調査に戻ります。無理はしちゃダメよ。私もメモ帳の分析が終わったら帰るし。 吉村君も、キリがいいところまでやったら帰りなさい。はい、そうします。水原は、残りのコーヒーを一気に飲み干すと、給湯室にいてカップを洗い、デスクに戻ると、再び無のに認識を集中した。七不思議についてのまとめか。これといった情報は、と思っていると、七不思議についてのまとめという言葉が目に入ってきた。 七不思議ができた原因について、これを書いた時点で分かっていることをまとめたらしい。音楽室の幽霊について。噂では10年以上前と言われているが、正確には30年近く前のことらしい。内容としては七不思議で伝わっている通りで、付き合っていた同僚の教師に浮気された上に振られ、そのショックで音楽室で自殺。 同僚教師の子供を宿していたという噂もあるが、真偽は定かではない。おそらく、何度も自分を刺したという、ショッキングな死に方に、おひれがついたものと思われる。旧職員室に現れる少年について。いじめを苦にした男子生徒が、当時の職員室で首を切って自殺。いじめから自分を救ってくれなかった教師に対する、抗議の自殺というのが、 七七式で伝えられる内容だが、実は裏があるらしい。当時のことを知る元教師を探し出して連絡を取ったところ、あれはただの自殺ではないという。その人物も、噂で聞いただけだと言っていたが、内容を書いておく。まず、いじめがあったのは事実のようだ。そして、自殺した男子生徒といじめをしていた男子生徒は同じクラス。 いじめを受けていた生徒を A、いじめていた生徒を B としよう。ここまでは、七不思議で語られる内容と一致するが、問題はここからだ。二人のクラスの担任をしていた男子教師と B 母親は、不倫関係にあったというのだ。担任の態度に不信感を持った A は、担任のことを観察した。そしてある日、二人が不倫関係にあることを突き止め、 校長に話した。しかし校長は、いじめの問題は君自身が解決するべきことだとか、適当なことを言って煙に巻き、そんなことを調べるより、学生としてやることがあるだろうと突き放した。A の両親は仲が悪く、自分の話を聞いてくれる状況にない。校長に行ってもダメなら、他の先生に行ってもダメだろう。味方はいない。希望もない。 それなら、学校中に全てを暴露してやると、ことの全てを書いた手紙を教育委員会に送ったが、それは事実ではない。彼はいじめにあっているらしいから、そのせいで精神に問題が出ているのかもしれない。私が話を聞いてみると言って、校長にもめ消された。それを知らない家は、手紙を送ったのに何も起こらない状況に、完全に絶望し、最後の抵抗として、 職員室への自殺を図ったのだと。この話が事実なのかどうかはわからない。当時の校長はすでに個人で、今のところ他に同様の話を知っている人がいない。しかし、旧職員室に出る少年は何かを伝えようとしていると言われる。もし、このことを伝えようとしているのなら、辻褄は会う。だが、 窓を突き破って怪我をしたという事故との関連は見られない。旧二年七組について。この七不思議については、俺が実際に体感することになった。周囲に煽られて、喧嘩がエスカレートする。確かに、そういう現象が起こった。だが、七不思議の噂をいくら調べても、そもそもの原因がわからない。そこで、 旧職員室の件を話してくれた元教師に協力してもらい、ことの発端を知る人間を突き止めた。なんとその人物は、発端となった事件があった時、その現場にいたという、元永山高校の学生。もっとも、その事件が発端だという、明確な証拠はないのだが、事件の後、しばらく使われていなかった教室が、 生徒数が増えたことで再び使われるようになってから、七不思議で語られる事件が起こっているため、タイミングを考えると、その事件が発端と見て良さそうだ。その人物が、永山高校の二年生の時、クラスの男子生徒二人が、無理やり喧嘩をさせられた。二人は友達だったが、クラスでは浮いた存在で、たびたびいじめの対象になっていた。そこで、 いじめの中心にいた女子生徒が、二人に喧嘩をするよう促した。勝った方は、私とやれる。いじめの中心にいる女を好きにできるよ。どうすると言って挑発して。当然、その女子生徒は、やらせるつもりなんてなかったし、二人も、友達と殴り合いをすることに躊躇した。でも、やらないことを許す空気は、そこにはなかった。 そして、無理やり喧嘩させられ、周りの人間は血を見ていきサいとして、煽り立て、止まらない状況になった。結果、二人のうち一人が死亡。その状況に、見ていた連中も冷静に戻ったが、その時になって初めて、もしこのことがバレたら自分たちは、という恐怖に駆られ、あろうことだ生き残った方にとどめを刺して、二人ともが死んだことにした。 後に調べられたとき、女生徒を争って喧嘩を始めた。止めようとしたけど止められなかったと、その場にいた全員が嘘をついた。死人が出たことで教室は封鎖されたが、10年近く経った後に、必要に迫られて使われるようになり、7不で語られる事件が起こった。このことを話した人物は、直接手を下した生徒ではないが、もし真相がわかれば、 私たちは全員刑務所行きだと脅され、ずっと口を閉ざしていたという。大器館の女幽霊について。大器館に出る女幽霊は、永山高校で語られる七不思議の中でも、一番恐ろしいものと言われている。だがなぜか、女は襲わないという噂があった。これについては、定年退職した元教師の何人かに連絡を取り、 断片的な話や当時の噂を繋ぎ合わせて大体のことは見えてきた。結論から言うと、体育館に出る幽霊は都市伝説として語られるテケテケの逆なのだ。逆というのは、テケテケはその存在を人々に知られ恐れられたことで多くの人が知る恐ろしい存在になったが、体育館の女はその存在を消されたということだ。 高校1年生だったその少女は、ある日、個別の指導があると言って、体育を担当する男性教師に体育館に呼び出された。その教師は、生徒指導の責任者でもあり、数日前、少女が万引きで警察に補導されたことを知っていた。警察は、初めてのことだし、学校には言わないが、親には知らせないといけないということで、連絡をした。 少女は幼い頃に両親を慰しており、施設で暮らしていて、警察はその施設担当者に知らせたらしい。それがどういうわけか、男性教師の耳に入り、その件で少女は呼び出された。反抗期で担当者の言うこともあまり聞かないから、先生から指導してほしいと言われたという噂だが、真相はわからない。とにかく、少女は呼び出され、 男性教師はそれをネタに、少女に性的な関係を迫った。あまり走行が良くなく、学校でも孤立しており、両親もおらず、施設の担当者も困っている子供なら、退学をちらつかせれば言うことを聞くだろうと考えたらしい。だが当然、少女は抵抗した。そして揉み合いになり、体育倉庫に保管されていた飛び枠が崩れ、少女の下半身は下敷きになり、 頭にも傷を負った。助けてという少女を見ながら、男性教師は、このまま少女を助ければ、自分がしようとしていたことがバレると考え、そのまま放置。体育倉庫を出て、一時間ほどして戻ると、少女は死んでいた。男性教師は、自分がしようとしたことは隠し、体を鍛えることで心も鍛えられ、問題を起こさなくなるという理由で、 体育館で指導しようとしたが、事故が起こってしまったと校長に報告。生徒指導の最中に生徒を死なせてしまったとなると、学校として問題だと判断した校長は、少女に頼まれて個別授業を行った結果、事故が起こったということにしようと決めた。少女の死を受けて、施設の担当者は不審に思い、詳しい話を聞きたいと言ってきたが、学校の OB と、 施設に資金を出している資産家が懇意であることから、事故のことはうやむやにされ、ニュースでもほとんど報じられなかった。つまり、少女はその存在を事故ごと褒められたと言える。以上のことは、俺の想像も入っているが、当たらずとも遠からずといったところだろう。一階の廊下の人影について。この幽霊は、 シャドウズハイなどと言われ、生徒たちにも親しまれている七七尻らしく、元になった話も、他のものに比べると、暖かくすら思える。人影の正体は、昔病気で亡くなったいたずら好きの男子生徒の例だという。その生徒は、スポーツが得意で、走るのが早かった。病気で思うように体が動かなくなってからは、かなり塞ぎ込んでいたらしいが、それでも、 友達と走り回り、特に1階の長い廊下をよく走っていたらしい。その名残で廊下に現れ、生徒を追いかけ、いたずらをする。その結果が、シャドウズハイと呼ばれているものだと。数日すると元に戻るのは、それがただのいたずらだかららしい。しかし、先日起こった暴力事件は、いたずらで済む話ではない。これまでのものと比べると、 ありえない現象で、その理由はまだわからない。家庭画質の会議について、不気味さという点では、この七不思議が一番かもしれない。15年ほど前、永山高校では、犬やウサギやニワトリなど、動物を飼っていた。教師の指導のもと、生徒たちが交代で世話をしていたのだが、近所に住むある男が、 動物の鳴き声がうるさいから黙らせろと何度も苦情を言ってきた。しかし、他の住人からはそういった苦情はなく、来るたびに教師がなんとかなだめていた。だがある日、その男は学校に忍び込んで、動物たちを殺し、乱暴にさばいた上で、その死体を家庭科室の冷蔵庫に詰め込んだ。翌日、それを発見した教師は警察に通報。 男の仕業である可能性が高いという話になったが、見つからなかった。しかし、冷蔵庫に死体が詰め込まれてから2日後、男は学校の敷地内、動物を飼っていた場所で、体中に引っかく傷や噛まれた跡があるという変死体で発見された。その後、冷蔵庫は交換され、しばらくした後、家庭科の授業は再開されたが、その時から、 肉料理の問題が起きるようになり、今に至る。先日肉料理を持ち込んだ男子生徒は、病院に入院したらしく、どうもこの件について、月島先生は何かを知っているようだが、何も話してはくれない。夏休みに入ったら聞いてみることにする。旧プールの少年について。この七不思議は、元になった事件自体は単純だ。 昔、泳ぎの苦手な男子生徒がいて、クラスメイトから馬鹿にされた。CA プールなどを練習することも考えたが、そこだと他の生徒に会う可能性も高い。そこで、夜の学校に忍び込み、一人で泳ぎの練習をしようと考えたらしい。夜の学校と泳ぎの練習とは、大胆なことを考えるものだが、とにかくそれを実行した。しかし、 練習が終わって帰る途中、暗いプールで足元が見えなかったせいか、足を滑らせて転倒、頭を打って動けなくなってしまった。周りには誰もいない、助けも呼べない状況で、翌日発見された時には死亡していた。声をかけると引きずり込まれるというのは、馬鹿にされたと受け取るから、ということらしい。夜の12時に現れるというのは、 その生徒が死んだ時間が12時だったからだという噂だが、そこについては調べようがない。期末テスト後に起こった騒ぎで、プールの幽霊を見たという三人に話を聞いたが、どうももう一人、別の何かがいたように思われる。それが何を意味しているのかは、まだ調査が必要だ。ここに書かれていることが本当だとすると、 色々と問題があるみたいね。この学校は。まとめの後のページには、これから何を調べていくかについて、走り書きがしてあるが、特に気になることはない。が、最後のページに、妙な言葉が書いてある。どうも無理らしい。無理なら、委ねてもいいかもしれない。うまくやると言うなら。どういう意味かしら 筆跡は、他のものと同じで、誰かが付け出したものには見えない。しかし、何のことだかわからない。もうこんな時間か。続きは明日にしようかな。時刻は23時47分。今から帰って、シャワーを浴びてすぐに寝れば、4時間ぐらいは寝られる。まだ残っているらしい吉村に声をかけ、そろそろ帰るように言うと、 水原は家路に着いた。明日は、第一発見者である竹山に話も聞きたいし、忙しい一日になるだろう。夕食を食べていないから少し空腹だが、今から食べるのはさすがにまずい。朝は少し多めに食べようかな。でもそうすると眠くなるし。電車に揺られ、そんなことを考えながら、少しずつ、 事件から頭を解放し、あがたにメッセージを送る。今帰り、お疲れ様、今日はどうだったそんなわずかなやりとりに幸せを感じる。事件が解決するまで会うことはできそうにないが、疲れ切った体を支えるには十分だ。水原は、あがたにありがとうとメッセージを送ると、窓の外に視線を向けた。 司法は病院から抜け出すと、まずは服屋を探した。病室にあった薄いガウンのようなものを羽織っているし、頭の包帯は取ったが、それでも病院服のままでは目立つ。幸い、服屋はすぐに見つかり、適当に動きやすい服を選ぶと、スマホで決算を済ませて、すぐに店を出た。店員は少しいぶかしんだ顔をしていたが、仕方ない。記憶は相変わらずで、 自分が月島死後という教師をしている女だと言われても実感がない。わずかな救いは日常生活を送る上で必要なことはすべて忘れているわけではないということだ。よし、あそこで着替えよう。公園のトイレで着替えを済ませると、自販機で飲み物を買い、ベンチに座った。病院から逃げたことで、 警察に怪しまれるのは間違いない。でも、あのままあそこにいるのは危険。はっきりした理由はわからないけど、あのナチという男の写真を見たとき、心臓が握りつぶされるような感覚があった。記憶を取り戻すためには、写真をもう一度見た方がいいのかもしれないけど、今はまだ、見る気になれない。どんなに遅くとも、明日の朝になれば、病院を抜け出したことがバレる。 記憶が戻るまで、何とか身を隠して、記憶が戻ったら警察に行こう。自分が事件の加害者とは思えないが、記憶がない以上、断言はできないし、そうなった理由を説明もできない。そして何より、あのナチという男には、会ってはいけない。章は、自分の中で考えを整理すると、眠れる場所を探すために、公園を出た。 うん。もう少し。水原の願いも虚しく、電話は鳴り続けている。仕事の電話かもと思いながらも、あと5分寝たいという気持ちがわずかに勝り、手が伸びない。時計の針は、7時12分あたりを指している。どっちにしても、そろそろ起きる時間ね。水原は、なんとか体を起こし、 スマホを取った。画面には、吉村と表示されている。何かあったのかしら。はい、水原です。水原さん、おはようございます。あの、大変なことが。どうしたの月島仕事、なち君彦が、病院から消えました。何ですって二人の部屋の前には、警官がいたはずでしょどうやって。 月島の病院室の前にいた警官は、その、眠ってしまったようで、那智の病室の前にいた警官は、気絶させられて、制服も奪われたみたいです。制服を奪われたってことは、銃も奪われたってこと。そうなります。すぐ行くわ。今、吉村君は病院はい。昨日、結局あのまま本庁に泊まってしまって、 翌朝連絡を受けて、そのまま病院に。わかったわ。私も病院に行く。それまでに、できるだけ情報を集めておいて。承知しました。全く予想していなかったことに、水原は少し動揺した。月島は、記憶をなくしている状態だし、ナチはまだ、意識を取り戻していないという話だったし、術後数時間しか経っていない。全く。 やってくれるわね。とはいえ、二人とも被害者、もしくは加害者の可能性があったから、念のため警察官を配止していたのに、こんな結果になるとは思わなかった。怒りも湧いてくるが、怒りをぶつけたところで二人は見つからない。水原は、人前に出るのに必要な最低限の化粧だけをして、髪を後ろで縛ると、パンツスタイルに着替えて、すぐに家を出た。 水原さん、こっちです。病院に着くと、吉村が声をかけてきた。お疲れ様、吉村君。状況は二人の行方はわかりません。防犯カメラで確認したところ、月島は部屋から顔を出して、警官が寝ていることに気づき、ドアを開けて出て行ったようです。ナチは、月島の病室を出てから2時間後ぐらいに、月島の病室を覗いています。 警官の制服を着ていますが、その時間に別の警官は着ていないので、ナチで間違いないでしょう。病室にいないのを知って、外に出て行ったようです。ナチはどうやって制服を奪ったの気絶させられた警官の話によると、物音がしたので部屋を覗いたらいきなり頭を殴られたと。病室にあった椅子が曲がっていたので、椅子で殴ったんでしょう。 月島の病室はどうやって知ったのかしら。制服を奪った後、受付で聞いたようです。制服を着て堂々としていたし、受付の女性はナチの顔を知らなかったから、特に警戒せずに教えてしまったそうです。なるほどね。どう思いますかこの状況。月島死後はナチの写真に反応した。そして、 警官の制服を奪ったナチは、月島の病室に行き、いないのを知って外に出た。それを考えると、ナチが月島を狙っているということになるわ。ただ、理由がわからないわね。手術の後で、体力も落ちてる。警官もいる中で、わざわざ月島を殺そうとする理由が。恋愛感情が歪んだ形で現れたんですかね。ほら、ナチは、 メモ帳の中にも月島のことを書いていたし。動機としては確かに恋愛絡みは多いけど、どうかしらね。病院でまで月島を狙おうとするには少し理由が弱い気もするけど。水原は、ふとメモ帳の最後の文章を思い出した。あれは、そうだ。那智の月島に対する思いの一部である気がする。無理というのは、 自分の思いが成就することはないだろうということ。しかし、その後の委ねるというのは。水原さん。吉村君、二人の行方を探すように手替い済みはい、本庁で連絡済みです。二人は服を着替えている可能性があることも伝えた。いえ、それは。でも、二人とも着替えを持っていないし、服を買おうお金も、 月島はスマホを持っていたはずよ。それならスマホで決済すれば服は買えるわ。ナチはベストを脱いで無線とかワンショーとか余分なものを捨てれば、濃い色のパンツに青いシャツのスタイルに見える。見る人が見ればわかるでしょうけど、意識してなきゃわからないわよ。銃も懐に入れておけば隠せる。あ、わかりました。すぐに連絡します。 ええ、よろしくね。私たちは、学校に行くわよ。学校ですかどこの永山高校よ。第一発見者の竹山に会うの。ま、そういうことか。わかりました。行きましょう。運転は私がするから、吉村君はさっきの件を本庁で連絡して。ま、はい。水原は自らハンドローに入り、 英山高校へ車を走らせた。学校はすでに夏休みだが、仕事が終わらないらしく、ほとんどの教師は出勤しているらしい。学校に電話すると、竹山もいるとのことだった。一年ぶりね。学校に着くと、水原はつぶやいた。去年の同じ頃、この学校に通う女性との話を聞きに、女性警官と一緒に訪れて以来だ。 あの生徒は、その後元気にやっているだろうか。水原さん。何これ、私そびれてました。銃ナチが銃を奪って逃げたって聞いたので、一応と思いまして。ありがとう。できれば、これの出番はあってほしくないわね。そうですね、できれば。 水原は銃をしまうと、職員室に向かった。こんにちは。えっと、警視庁の水原と吉村です。竹山先生はどうも、警視さん。こんにちは、竹山先生。こんにちは。月島と那智の県ですよね。え、ね、え、そうです。じゃあ、応接室に行きましょう。 竹山は二人を応接室に案内すると、ソファーに座るように促し、自分は三人分のお茶を入れて、テーブルに置いてから、向かい側に座った。二人の様子はどうですか二人とも、まだ眠っているので。そうですか。二人を発見した時の状況を教えてください。わかりました。確か、二人を見つけたのは、 17時くらいだったかな。ご存知かもしれませんが、月島とナチと私は、7月に入ってから頻繁に起きるようになった、永山高校の七四季に関わる事故や、不可解な出来事について、調べていたんです。3人に調べることになった理由は、最初に起こった、92年7組の教室での出来事に、月島とナチが居合わせたことと、私が去年、音楽室の女幽霊を見たからです。 つまり三人とも何かしら常識では考えられないことを体感として知っているわけです。だから私たちで調べようと、他の先生は半信半疑らし、期末テストも近い時期でしたからね。なるほど。では事件があった日も三人で調べていた。ええ。夏休みに入って残っている仕事があるとはいえ、学期中よりも時間はありますからね。 本格的に調べようとしてや先に、あんなことに。当日はどんな風に調べていたんですか三人で、それぞれの場所を調べて回りました。七七それぞれのね。一応映像にも収めたけど、特に何も映っていませんでした。必要であれば、データをお渡しします。ありがとうございます。帰る時にお預かりします。わかりました。 それで、えっと、まあそうだ。一通り回って、ちょっと休憩してから、ミーティングをしようって話になって、月島が、外に空気を吸ってくると言って、外に出て行ったんです。そしたら、ナチがそれを追いかけるように出て行って、ナチ <laughs> 先生は、なぜ月島先生の後まあ、ナチは、月島のことが好きなんですよ。直接聞いたわけじゃないけど、 七不思議の件を調べるのに一緒に行動することが増えたら、よくわかりました。多分、月島を気づいていたと思いますよ。彼女の方にはその気はなかったみたいだけど。だからもしかしたら、那智は月島の後を追って、ここでもするつもりなのかなと思ったんです。夏休みで生徒もいないし、他の教師はもう帰っていましたからね。なるほど。 でもしばらくしても戻ってこない。ええー、そうです。それで、いい加減遅いなと思って、電話を鳴らしたんですけど、どっちも出ない。もしかして二人でどこかにと思いましたけど、まあその気なら仕事が終わって二人になってからでいいし、二人とも電話に出ないのはおかしい。そう思って外に探しに行ったら、花壇のところで二人が倒れていて、それで通報したんですね。 ね、ええ、状況が理解できなかったし、二人とも呼びかけても返事がないし、ナチュはナイフが刺さって血を流しているし、迅速な対応に感謝します。おかげで二人とも無事だったんですからね。いやそんな。では次は、シ C のことについて聞きたいんですが。ね、ええ、どうぞ。 七不死ができる原因になった事件や出来事については、なんとなく理解しているつもりですが、一応知っていることを教えていただけますかわかりました。竹山が話したことは、那智のメモ帳に書いてあったことと、ほぼ同じだった。メモ帳になかった話としては、体育館の事件を起こした教師が、しばらくして転勤になったということぐらい。もう定年退職しているだろうが、 のんびり暮らしているかと思うと、晴れ立たしい気持ちになる。しかし、今はそこに頭を使っている場合ではない。じゃあ次は、7月に入ってから起こったという事件について聞かせていただけますかわかりました。どうせなら、それぞれの現場を案内しながら話しましょうか。なるほど。それはいいですね。 まだ七不思議の調査が終わったわけじゃないし、リスクがないとは言えませんけど。次島や夏と調べた時も何もなかったですし、事故に遭遇しているのも生徒ばかりなので大丈夫でしょう。水原と吉村は竹山に案内されながら、それぞれの場所で起こった出来事について話した。まずは外のプール。そして、上から順番にということで、3階まで上がり、 下に降りる流れで話を聞いていった。どの奈良不思議も噂はずっとあったものの、事故が起きるようになったのは7月に入ってからなんですよね。そうですね。これから案内する1階の廊下の人影は、シャドウズハイといって、時々そういう現象が起こっていましたが、怪我人が出るような事態は初めてですね。もっとも、体育館のやつは、 よくわかりませんけどね。どうも、体育館の例に襲われた人間は、その存在が消えてしまうみたいで。私もね、全く覚えていないんですよ。机と教科書だけを残していたっていう、男子生徒のことをね。なんて名前だったかな。もうそれも思い出せません。存在を消された少女だから、襲われた人間もまた、存在が消えてしまうんですかね。 物理の教師としては、ありえないと言いたいところですけどね。ここが、一階の長い廊下です。本当に、ここだけ曲がり角もなく、一直線なんですね。ええ。なぜここだけまっすぐにしたのかは知りませんが、建物の構造上の問題ですかね。じゃ、最後は体育館に行きましょう。 体育館の事件を起こした教師は、もう定年退職してるんですよね。そのはずです。転勤先ではおとなしくしていたのかどうかはわかりませんが、今頃は悠々自適に、のんびり暮らしてるんでしょうね。不愉快な話ですが。転勤先と、教師の名前を教えてもらえますねえー、構いませんよ。映像データと一緒にお渡ししますよ。ありがとうございます。 吉村君、この事件が解決したら。吉村君あれあの若い刑事さん、いないですね。どこに行ったのかしら突然、銃声が響いた。ね、なんだ吉村君吉村は、廊下の突き当たりのところに立って、水原たちの方に銃を向けている。 水原さん、待ってくださいよ。置いていくなんてひどいじゃないですか。様子がおかしいわ。もしかして、シャドウズハイもしそうだったら、まずいわね。銃を持っていなければどうとでもなるけど。どうします逃げるのよ。え走って水原はそう叫ぶと、 竹山の腕を引いて走り出した。急いで。待ってください。そんなに早く走れませんよ。死にたくなかったら早く。待ってください。そこは例の体育館。必死に走り、なんとか体育館まで逃げ込んだが、竹山は息を切らしており、呼吸が苦しそうだ。<laughs> どうして。ここは七不思議の場所らしい。 実質行き止まりなのに。ここなら、隠れる場所がある。それに、騒ぎを大きくして、他の先生たちを巻き込むわけにはいかないでしょう。それはそうですけど、このままじゃ。しっ。息を殺し、様子を伺う。やがて、体育館に革靴の音が響いた。来たわね。水原さん。 ダメですよ、隠れたって。僕にはわかりますから。銃は水原も持っている。だが、今の吉村には銃を折らさせることは難しい。止めるには撃つしかないが、躊躇なく引き金を引く相手に対して、うまく腕だけを狙うことができるほど、射撃に自信はない。そうなると、最悪の場合。ポン。 ポン。突然、体育倉庫から、バスケットボールが出てきて、吉村の足元に転がった。そこですか吉村は倉庫に近づく。何次の瞬間、吉村は一瞬何かに引っ張られたように、体が逆の字になったかと思うと、弾かれたように1メートルほど後ろに吹き飛び、倒れた。 何何が起こったのまさか、吉村さん。起こったことが理解できず、呆然としていると、体育倉庫の中から何かを咀嚼するような音が聞こえてきたが、少しすると消えた。もしかして、体育館の女幽霊んえー、吉村君 吉村は、かなり疲れたような顔をして、目が半分閉じているものの、意識ははっきりしているらしい。大丈夫吉村君。はい。すみません、水原さん。いいのよ。無事でよかった。意識はあったんです。自分の意識は。けど、コントロールできなかった。 本当にすみません。上司や一般市民に発砲するなんて。私たちは無事よ。始末書は必要だけど、それは全部終わってから。動けそう。はい、大丈夫です。吉村はゆっくりと上半身を起こし、自分の体の状態を確かめると、ゆっくりと立ち上がった。聞きたいことがあるけど、 一旦オーセ室に戻りましょう。め、ええ、その方がいいですね。三人はオーセ室に戻ると、先ほどと同じようにソファーに座った。いや、驚きました。まさかあんなことになるなんて。申し訳ありません。先ほどの件については、上司に報告の上、対応させていただきますので。申し訳ございませんでした。まあ、いや、いいんです。 確かにびっくりしましたけど、結果的にはかすり傷一つ折ってないし。それより、さっきの体育館でのこと、どう思います期末テストの後、旧プールの件で騒ぎを起こした三人の話に、少し似てますね。やっぱり、水原さんもそう思いますか私も同じことを考えてましてね。吉村君。はい。 体育館で倒れる前のこと、覚えてる何が起こったのかは、僕にはわかりません。ただ、一周女性のような影が見えました。そして、僕の中にいた何かを引っ張って、そのまま倉庫の中に消えていきました。私が見た状況とも一致するわね。おそらく、吉村さんを操っていたのは、 一階の廊下の影。そして助けてくれたのが体育館の女幽霊。吉村さんが倒れた後、倉庫から聞こえていたあの音は、もしかしたら女幽霊が一階の廊下の影、いや、その幽霊を、そういうことになるんですかね。状況から考えると。 竹山の推測が正しいなら、月島と那智が花壇で見つかった日、二人のどちらかが、この学校の七式の何かに取り憑かれていたのだろうか。先ほどの吉村の行動を見ると、もし取り憑かれていたなら、月島は那智を、那智は月島を殺そうとしてもおかしくはない。しかしそれだと、ナイフを持っていた理由が説明できない。それに、 7月に入ってから凶暴性を帯び出したという部分の説明もつかない。どういうことなのかしら。ま、少し落ち着きましょうか。ここは安全です。お茶を入れ直しますよ。すみません。気を使わせてしまって。水原さん、本当に、申し訳ありません。もう済んだことよ。結果的にとはいえ。 怪我人も出なかったんだから。それに、吉村君が自分の意志であんなことをするとは思ってないわ。上にはちゃんと説明するから、心配しないの。ありがとうございます。けど、それよりも、水原さんに銃を向けてしまったことが、悔しくて。気にしてないわ。でも、もし悔しいと思うなら、次は好きにさせないように、 自分を鍛えないとね。はい。どうぞ。ありがとうございます。水原さんも、月島かなちが何かに取り付いて、あんな状態になったんじゃないかと思いますかねえ、それも考えました。でもそれだと、二人のうちどちらの持ち物だとしても、ナイフを持っていた理由が説明できません。 それと、7月に入ってから、七七儀の幽霊たちが凶暴性を帯び始めた理由も。確かにね。でも、もし取り憑かれるとしたら、那智の方が可能性は高い気がしますね。なぜですか心に何か問題があったり、鬱積したものがあると、隙ができやすい。ほら、人間同士でも、詐欺や怪しい宗教に引っかかるのって、 心に何か抱えてる人が多いでしょ弱っているところを疲れるというか。ナチは月島に思いを寄せていたけど、それは届かず。でも一緒にいる時間は長い。色々と溜まっていたのかもしれません。なるほど。確かに心が弱っていると、普段は見向きもしないことに魅力を感じてしまったりしますからね。そういうことです。 しかしまあ、月島もついてないですね。まだ若いのに、二度も殺人絡みの事件に巻き込まれるなんて。まあ、長く生きているから軽減するってものでもないけど。二度あれご存知なかったですか月島は昔、高校生の頃だったかな。殺されかかった経験があるんですよ。それ、どんな話か。 詳しく知っていますか確か、その頃世間を騒がせていた連続殺人事件の犯人に狙われたとか、と言っても、結局犯人は捕まってないし、本当にその事件の犯人だったのかはわかりませんけどね。だから高一の時、一度学校を変わってるんですよ、月島は。この学校の面接の時、なぜ高校を変わったのかって話になって、その時に、 実はってことで。吉村君、帰るわよ。え、あ、はい。竹山先生、貴重な話、ありがとうございました。今日はこれで失礼します。お役に立ったようでよかったです。あなたは、去年の事件も解決してくれた。だから今回の件も、あなたなら解決してくれると信じてます。ご期待に添えるように、努力します。 また連絡します。発砲の件もありますし。わかりました。水原さん、何かわかったんですかまだ何とも言えないわ。キーワードが宙に浮いている感じね。それらをまとめる意図が見つからない。だから、帰って調べるのよ。何についてですか月島志保が高一の時に起こった殺人未遂の件についてよ。 もう少しで何かが見える。それがわかれば、急に起こり出した七不思議の事故の理由も、きっとわかる。水原は、再び自分でハンドルを握ると、本庁に急いだ。あと少し。章は、警察に見つからないよう、ところどころを点々としながら、記憶の断片を探し続けていた。 最初は思い出そうとするだけで、かなり強い頭痛がしたが、今はほとんどしない。映山高校で何かを調べていたこと、ナチという男が何かをしてきたこと、そういったことが、パズルのピースのように、少しずつ、部分的に集まり、ようやくうっすらと全体像が見えてきた。あとは、現場を見れば思い出すかも。 あの水原という女性の刑事は、私は学校の敷地内で気を失っているところを発見されたと言った。そして、七不思議について調べていたと。警察が探している以上、見つかるのは時間の問題。学校にも警察がいるかもしれないが、行けば残りのピースが埋まり、すべてを思い出せるかもしれない。死後は、警察に見つかるのを覚悟の上で、タクシーを捕まえると、 イ山高校へ向かった。水原と吉村は、師匠が高一の時に遭遇したという事件について調べていた。今から9年前、当時、女子中学生と女子高生を狙った連続合姦殺人事件が起きていた。犠牲者は4人で、全員が髪が肩より長く、大人びた雰囲気の少女。 手口は、被害者の衣服を破き、暴力を加えて強姦し、首を絞めて殺し、髪の一部を持って帰るというものだったが、かなり用心深い男らしく、証拠らしい証拠を残さず、容疑者は何人かいたものの、捕まえることはできなかった。その連続殺人事件の犯人かどうかはわからないが、潮は高一の時、男に襲われ、殺されそうになった。 必死の抵抗が偶然男の手を切りつけ男は逃走。服を破り暴力を加えたこと。髪を切り取ろうとしたことから連続殺人事件の犯人に襲われたのだと思われた。潮は警察からの聞き込みよりもメディアの仕掛けが嫌で両親も困り果て家を引っ越した。そしてその時に高校も変わった。結局、 死後を襲ったのが、連続殺人事件の犯人だったのかどうかは、今もわからないのだが、その後、事件が一度も起こっていないことから、手を切られたことが、何かしら主張をきたすことになり、殺しができなくなったのではないか、と捜査関係者は考えたらしい。そして、現場に残っていた血液の情報が、容疑者として上がっていた男の一人と一致したことから、捜査員はその男を探したが、 今に至るまで見つかっていない。西方元木。この男が、連続殺人事件の犯人。でも、わからないんですよね。結局見つかっていないし、もしかしてもう。ねえ、多分、もう死んでいるでしょうね。えてっきり、西方が生きていて、今回の件に関係していると考えたから、 調べていると思ったんですが。残念ながら違うわ。そう。西方はもう死んでいる。しかしそれだけでは、水原が考えていることには繋がらない。吉村君はい。那智君彦は、高校生の時に心臓移植の医師術を受けたと言っていたわね。ええ。それは何年前の話えっと、 7年前ですね。7年前。それがどうかしたんですかその心臓移植のドナーはドナーですかそれも調べましたけど、特に問題なかったですよ。もう一度よく調べて、移植手術までの間で不自然なことがなかったかそれと、手術した病院と医者の名前もわかりました。すぐに。 わかったら電話して。どこかに行くんですか私は、ナチ・キミヒコの父親に会ってくる。急いでね。わかりました。水原は車に乗り込み、ナチ・キミヒコの父親の家に向かった。私は、とんでもないことを考えているのかもしれない。でも、もし考えている通りなら、ナチ・キミヒコが月島市を襲った理由も、一様の説明はつく。 そして、月島が病院から逃げ、ナチがそれを追いかけた理由も。ナチの父親は、埼玉県の入間市に住んでいた。三年前に妻を亡くし、今は一人で暮らしている。ここね。小さなマンションの305号室。すでに会社を定年退職しているらしく、ほとんど家にいるらしい。ま、はい。 どなたかな警視庁の水原です。息子さんのことで少しお聞きしたいことがありまして。警視庁の刑事さん君彦が何かインターホン越しらもよろしければ、このままお話ししますが。一分ほど間があった後、ドアが開いて、中から男は顔を出した。当然、年齢は感じるが、 どことなくナチに似ている。並んで歩いていれば、親子だとわかるだろう。どうぞ。失礼します。お話というのは、水原が玄関のドアを後ろ手に閉めると、ナチの父親は言った。私は、警視庁捜査一課の水原と言います。7年前に、息子さんが受けた心臓移植について、 教えて欲しいんです。捜査一課って、殺人なんかを担当する刑事さんでしょう。そんな人がなんで、心臓移植のことを息子さんが関わっている事件に関係することだと思うからです。心臓移植は、どんな手続きで行われたんですか普通に、正規の手続きです。移植の順番待ちをして、 運よく適合する心臓が見つかったので、本当に運が良かっただけですかどういう意味です私が違法な依頼をしたとでも。そうは言いません。ただ、少しでも順番待ちを早くするために、担当の医者に特別に頼んだとか、そういったことはありませんかどうして、そんな。君彦さんは、 一人息子でしょう。助けるためなら、ギリギリのことでもやる。親ならそう考えても不思議ではないからです。もし、今黙っていても、調べればわかることです。それに、よほどのことでなければ、私はあなたのことを追求するつもりはありません。大事なのは、今、一人の女性の命が危険にさらされているということです。そしてそれに、 息子さんが関係している。ちょっと失礼します。何かわかった手術した病院と医者の名前が分かりました。病院はエマリ中央病院。医者の名前はシンカワ・タダヒロです。シンカワは今でもエマリ中央病院にいるのはい、今も在籍しています。 大至急病院に行って、進化を抑えて。わかりました。すぐに行きます。息子さんの手術をしたのは、進化という医者ですね。もし何も話してくださらないなら、進化から聞きますが。お金を。お金当時、息子はかなり危険な状態でした。 素直に順番待ちをしていたら手遅れになる。そこで、私は担当医師の新川さんに相談したんです。なんとかならないか、息子を助けられないかと。でも、断られて。他にも順番待ちの患者はいる。特別扱いはできないと。それでも、私は納得できず。家も含めて、 当時持っていた資産をすべて売却して、その金を渡すから何とかしてほしいと、もう一度頼みました。するとシンカーは、そこまで言うなら、やるだけやってみると言って、信じていいのか、半信半疑でしたが、数日後連絡が来ました。適合するものが見つかったから、すぐに手術をすると。 何も心配ないと言われて。なるほど。そういうことでしたか。ケイチさん、私のしたことは確かにまずいことでしょう。けど、君彦は40を超えてからようやくできた一人息子で、失うなんて考えられなかった。親の気持ちとすれば、そうなるでしょうね。シンカーには、いくら渡したんですか 通常の料金とは別に3000万です。ただ、私はその件は後悔していません。息子は助かった。そう考えれば安いものです。大切な人の命には変えられませんもんね。ありがとうございます。話してくれて。あの、息子はどうなるんでしょうまだわかりません。しかし、 お話ししてくれたことが、息子さんにとっても助けになると思います。そうですか。それなら、よかった。では、失礼します。水原はマンションを出ると、すぐにエマリ中央病院に向かった。ナチの父親の話から想像すると、おそらくナチに移植された心臓は、提示されたドナーのものじゃない。それが本当に誰のものかは、 シンカーは知っているはず。あれやこれやと考えを巡らせていると、電話が鳴った。イヤホンをつけて、通話をオンにする。水原です。吉村です。病院に着きました。そう。私も今、病院に向かってるわ。吉村君は先に行って、シンカーを押さえておいて。あと20分あれば着けると思うから。承知しました。 30分後、ようやく病院に着くと、水原は車を降りると同時にスマホを取り出し、リダイヤルを押した。吉村です。ごめん、ちょっと遅くなったわ。今どこ病院内の会議室 B です。シンカーも一緒にいます。わかった。受付で確認して、すぐに行くわ。随分と待たせるじゃないですか、刑事さん。 妙な言いがかりをつけて私を拘束して、これで何も出なかったら、大問題ですよ。もうすぐだ。さっきからそればかりですね。機械みたいですな。お待たせ。水原さんああ。この人は警部さんもっといかついおっさんが来るのかと思ってたよ。警部っていう割には随分と若いし、結構美人だ。 お姉さん、いくつお前いいのよ、吉村くん。シンカーさん。私の年齢がいくつかは今は関係ないし、あなたに口説かれても、全く心が動かないの。時間の浪費をするのやめてくださる。そっけないね。やっぱり刑事さんだからお堅いのかな。時間がないから担当直入に聞くわ。7年前に、心臓移植の手術をした。 なし君彦についてよ。7年前のことなんて覚えてないですよ。心臓移植の手術はそんなにたくさんないはずだし、大金を手に入れたんだから、覚えてないわけがないわよね。それとも、記憶喪失にでもなったのかしら大金何の話かわかりませんね。そう。じゃあ仕方ないわ。私には、 あなたの口座情報やお金の流れを調べる十分な理由があるの。きっちり調べるわ。それと、移植した心臓のドナー情報についてもね。本当に何も知らない待てよ。あんたら、捜査一課だろ。さっきそっちの兄ちゃんが言ってた。なのになんでそんなこと。殺人事件に絡んでのことだからよ。後で発覚したら、 かなり問題になるわよ。おい、あんた刑事だろ脅すのかもう一度だけ言うわ。本当に何も知らない話したら、何か見返りはあるのか内容によるけど、自主的に話したことは考慮する。そこだけは約束できるわ。裁判になった時の印象にも関わるから、結構重要よ。 分かった。話すよ。いい心がけね。確かに、俺はナチ・ヒミヒコの父親から金を受け取った。通常の移植にかかる費用とは別にだ。いくら受け取ったの三千万だ。三千万そんなにそれで、心臓はどこから入手したの 村のルートがあるんだ。患者にどうしてもって言われた時にだけ使ってる。つまり、違法取引で入手してるわけね。そうなるんだろうけど、通常のルートで対応できないものを入手することもできる。それで助かる患者もいるんだ。なし君彦だってそうだ。確かにね。でも、裏で提供される臓器が、どこからどうやって手に入れたものか、 知ってるの知ってるさ。ある程度はな。何しろ異色に使うんだ。先方は臓器の品質を保証しているが、そう言われても、こっちとしてもどんなものか知らなきゃ危なくて使えない。だから、最低限の情報はもらうようにしてる。表向きのドナー情報はどうしてるのそこについては、詳しいことはわからない。 戸籍乗っ取りとか偽造とか、そんな話をちらっと聞いたが、あまり深追いをするのはまずいと思って、それ以上聞かなかった。なじ君彦に移植した心臓は、本当は誰のものかわかる確か、西方とか言ったかな。珍しい名字だったし、提供者が、これは2年前に世間を騒がせた連続殺人犯のものだって、 笑いながら言ってて。殺人犯かどうかはともかく、確かに西方って男のものだって確認は取れたから、受け取って、その心臓を移植した。提供者の名前はそれも言うのか当然でしょええ、うん、奥田周平という男だ。本名かどうかは知らない。どうやって連絡を取るの 奥田の部下らしい男に連絡をすると、その日のうちの奥田から連絡が来る。吉村君、本庁に連絡して、すぐにここに刑事を手配して。わかりました。私はどうなるんだまずは奥田逮捕に協力して、話はそれからよ。水原です。水原警部、月島志保の行方がわかりました。どこ 英山高校です。タクシーを拾って、永山高校に向かったと。分かったわ。ありがとう。何かあったんですか彼女の居場所が分かったの。刑事が到着したら、私たちはそっちに行くわよ。連絡を分けた刑事が二人到着すると、水原は状況を説明し、奥田の件を任せると、すぐに永山高校へ向かった。 師匠は記憶が戻っただろうかそれとも、記憶を取り戻すために学校に向かったのだろうかナチの行方はまだつかめていないが、司法を確保できれば。あの、水原さん。何シンカーがやった、心臓移植の件。あれはあれで大事件だと思うんですけど、それが今回の件とどう繋がるんでしょうか 推測だし、常識的なことじゃないけど、学校での吉村君の変貌ぶりと、月島志保が昔、殺人事件の被害者になりかけたって話を聞いたとき、ピンと来たの。どういうことですか吉村君、心臓移植の手術を受けた患者が、ドナーの性格や食べ物の好みを引き継ぐって話、聞いたことある ああ、あります。急に好みが変わったとか、記憶の一部を引き継いでるとしか思えないことを口にしたりとか、そういうやつですよね。そう。それはまだ、科学的にそういうことが起こると証明されたわけじゃないわ。だけど、世界中でそういう事例はいくつかある。オカルドじめた話だけどね。もしかして、今回の件は、移植された心臓が原因だと。 連続交換殺人事件の犯人である西方は、9年前に月島司法を襲ったけど失敗。傷を負って殺しができなくなった。容疑者リストにも載っていたから普通に生活もできない。生きるために裏の社会に落ちていった。それから何があったのかわからないけど、借金でも作って臓器を売られて、その心臓は なじきみひこに引き継がれた。そうだとしても、それなら、もっと早い時期に殺人事件を起こしてもよさそうじゃないですか。多分、裏の社会に落ちてからの西方は、死ぬまで、月島しごいの恨みを持ち続けたんだと思う。殺人鬼としての自分を終わらせ、ボルボロの人生をませ、心臓を取られて死ぬという結果になったのは、 全て月島死後のせいだと、そう思い続けた。その思いが怨念になって心臓に宿り、その心臓が、ナチに移植された。ずっと、月島志後を探していたと。それはわからない。だけど、ナチが教師として採用された永山高校には、偶然か必然か、月島志後がいた。月島を見た西方は、 ナチの体を使って月島を殺そうとしている。そう考えると、ナチが書いたあのメモ帳の最後の文章の意味もわかる気がするのよ。最後の文章どうも無理らしい。無理なら委ねてみるのもいいかもしれない。うまくやると言うなら。ナチは月島に思いを寄せていた。でもどうやら無理らしい。 だったら、自分の中にいる殺人鬼の望みに、委ねてもいいかもしれない。警察に捕まらないように、うまくやると言うなら、でね。じゃあ、ナチは自分の中に殺人鬼がいることをわかっていて、月島を殺そうとしていることもわかっていて、それを許していると。多分ね。もしそうなら、同情の余地はないですね。 殺人鬼の霊に取り憑かれて自分の意志に反してのことなら気の毒だと思ったけど。そうね。とにかく、今は月島志望の確保は先よ。彼女を保護すれば殺人は防げる。飛ばします。吉村アクセルを踏み込み学校へ急いだ。最悪の状況を防ぐために。 塩は学校の中を歩いていた。外はかなり暗くなってきている。明かりになるものは持っていないし、早く現場を見つけないと、ここで夜を明かすことになる。それは避けたい。ここだ。中庭の花壇の前に通りがかった時、直感した。ここが病院に運び込まれる前に倒れていた場所。 よく来たね。突然声が聞こえ、死後はびくっとした。ナチ、先生。ナチ先生か。間違ってはいないが正確ではないね。どういう意味君の髪が欲しい。君を支配して、たっぷり可愛がった後にね。 思い出したかなあの時も私は君に、この言葉を伝えた。あの時の、殺人犯けど、なんでやはり気になるだろうね。花壇の時に伝えようと思ったんだが、ナチ君が少々邪魔をしてね。おかげで私はナイフを落として君に刺され、ハチで殴るなどという流儀に反することをしてしまった。 まあ幸いにも、私も君も、こうして無事に再会できたんだ。喜ぼうじゃないか。花壇で私を襲ったのも、あなただったのね。ナチ先生ではなく、ナチ先生はどうしたの胸の傷の手術のおかげでだいぶ弱っている。まあ死にはしないだろうが、私に抵抗できる力はない。もっとも、もう抵抗する気もないだろうけどね。 どういうこと一体何を言ってるのわからないのかねすべては私の復讐計画なんだよ。月島志保。君に対するね。復讐そうだ。私の人生は君のせいでおかしくなり、惨めな最後を遂げることになってしまった。だが幸運なことに、私の強い意志は、 移植された心臓の中でも存在し続けた。このナチ・キミヒコという男の中でね。理屈はわからんが、大事なのはこの結果だ。そしてチャンスは巡ってきた。ナチが採用された高校に、君がいた。私の人生を壊した女が。私はナチの中で、君に対する憎しみを増幅させ、同時に、 この男を完全に支配下にするための下ごしらえを始めた。君を殺すためにね。心臓が移植されて以降、この男と私は融合しつつあったが、それでも完全な支配下に置くのは難しい。だから、この男は君に対して持っている恋愛感情を利用した。いくらアプローチしても振り向かない君を態度に、この男の精神は疲弊していった。 私はそれに対して、まるで自分の失る声のように、手に入らないなら殺してしまえと言い続けた。すり込んだのさ。そうやって、徐々に支配力を強めたが、肝心なところで抵抗されると面倒だ。この男自身の抵抗もそうだが、君には一度、痛い目を見せさられているからね。そこで私は、君を追い詰め。 確実に殺人を実行するために仲間を増やすことにした。仲間を増やすそうだ。7月に入ってから起こった七不思議に関わる事故や不可解な出来事の原因を作ったのは私なんだよ。私は彼らに私に協力するように迫った。君を殺すのは学校でと決めていたから、 学校中どこが現場になったとしても、君を追い詰めてじっくり殺すためにね。結果は、三体は除いて私に服従すると言った。だが、それだけでは信用できない。服従の証を見せてもらわないとね。まさか、それでそう。服従の証として事件を起こさせた。9二年七組の例は、 君がいる前で殴り合いを演出した。職員室に現れる霊は男子生徒を窓から落とした。1階の廊下の霊は暴力を演出し、家庭科室の霊は男子生徒の精神を崩壊させた。音楽室の女は服従しなかったから、何度か音楽室のドアを開けておき、生徒が遭遇するように仕向けた。彼女が本当に殺意を向けたかったのは私だろうがね。 体育館の女幽霊は復従すると言ったが、あの女が襲うのは男だけだ。だから、女も襲わなければ復従はしたとは言えない。そこで女生徒を襲うように馬鹿な生徒を消しかけた。そうしておいて体育館に逃げ込んだ女を追ってくる男と一緒に消してみせろと言ったが、結局従わなかった。それどころか、あの女刑事が学校に来たとき、 邪魔になると思って、一階の奴に始末させようとしたが、体育館の女に邪魔されて失敗した。プールのガキも生意気にも私に従わず、家庭科室の男が仕掛けたものを邪魔した。山川という生徒が授業で来た時に、あの男の体に救う動物連の一体を取り付かせ、襲わせたが、プールのガキに引きあがされてしまった。ま、あれは結果的には良かったかもしれない。 もし殺人事件でも起これば、私の計画に支障が出る可能性があったからね。でも、どうやって服従させたの彼らにあなたに従う理由なんて。このナチという男と同じだよ。心に溜まったものを解消するよう仕向けた。幽霊としてこの世に留まるようなものは、全員何かしら鬱積したものを抱えている。それどころか、 霊体はそういった思いの塊のようなものだ。そして、大半の霊は、それを解消することを望んでいる。私に従えば望みが叶う。そうやって誘惑した。七主義の大半は子供だ。騙すのはたやすい。そして、このナチという男も、手に入らない君を殺すことを受け入れた。自分が殺人犯として捕まらないようにしてくれるなら、 私に委ねるとね。だがどたんばで抵抗してきた。その結果が花壇での失敗だ。今度は失敗はない。邪魔する者はいないからね。二度も失敗したのに、うまくいくと思うの。当然だ。私は失敗から学ぶ。そう言うと、ナチは銃を取り出した。 いい表情だ。これを使えば殺すのは絶えやすいだろう。だが、それは私の流儀に反する。殺人は首を絞めるのが一番いい。あの時は四人を試合以下に置いた後で自分の犯行に対する過剰な自信を持っていた。故に、君に反撃の隙を与えてしまった。二度目はこの男に邪魔された。 今はどちらもない。ナチは、いや、ナチを試合下に置いた西方は、銃を捨てると、今度は包丁を取り出した。家庭科室があるのはいいね。簡単に刃物を調達できる。私だって成長したのよ。偶然の抵抗しかできなかった。無くな苦悩のままじゃない。ほう。 西方を見ながら少しずつ後ずだっていた死後は、花壇の段差に引っかかり、バランスを崩した。はっはっ、馬鹿な女だ。馬鹿はあなたでしょう。死後は、近くにあった鉢を手に取ると、西方の顔を思いっきり殴りつけた。うっ。さらにもう一度殴りつけると、西方の手から包丁が落ちた。 死ぬのはあんたよ。変態野郎塩は落ちた包丁を拾うと、そのまま西方の胸に突き刺した。うう <laughs> 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 月島さん。不意に名前を呼ばれ、見ると病院に来た女刑事がいた。水原さん。 吉村君、救急車を呼んで。水原さん。私は、無事でよかったわ。え大体のことは、理解しているつもりよ。状況は詳しく聞き必要はあるけど、正当防衛でしょ。最初と同じように。水原さん。ナチは病院に搬送され、 再度の緊急手術を受けた。意識不明で、一応生命は保っているが、直近での二度にわたる緊急手術で、かなり体力も消耗しており、危険な状態らしいが、回復次第、殺人未遂で逮捕されることになっている。心臓移植の件では、シンカーが調達に使っているオクラという男が逮捕され、臓器を取り出して死んだ人間は、燃やして捨てたという供述があり、その中には、 西方元木もいた。西方は、死後の殺害に失敗したことで、様々なものを失った。支配できるはずの相手に敗北したことで、プライドは激しく傷つき、ショックで気持ちが不安定になり、引で腕を怪我したことで、二度と犯行が行えないようになってしまった。その後、細々と暮らしていたが、まともに仕事もできなくなって、闇金にまで借金を繰り返し、 その中で、奥田周平に出会った。借金のことに加えて、自分が連続殺人鬼であることが知られてしまい、奥田に歯向かえなくなった。結果、いいように使われ、臓器もいくつか売られ、最終的に心臓を売られて、焼かれて捨てられた。その証言をもとに、5年前に発見された、身元不明の白骨指定を調べた結果、 西方の遺体だということがわかった。自業自得だが、そうなって原因は死後にあると恨み続けた結果が、今回の事件を引き起こすことになった。死後は、ほとんど外傷はないが、前回の頭の傷がまだ治っていないため、念のため入院することになった。当然、那智とは違う病院で。具合はどうかしら 翔が入院して二日目、水原が見栄えに訪れた。だいぶいいです。今週中には退院できるみたいで。そう、よかったわ。あの、やっぱり私は、退院したら、事情聴取されるんでしょうかそれは避けられないわね。でもきっと大丈夫よ。少し、普通の人にはわかりづらい部分もあるけど、 十分正当防衛が成立するはずだから。ありがとうございます。信じてもらえないって思ったから、私の証言。私も今まで、いろんな不可解なものを見てきているし、今回の件も、自分で十分に調べた結果を見て、あなたが正当防衛だと思っているしね。よかったです。担当の刑事が水原さんで。 確かに頭の固いのもいるからね、警察には。どこの世界も一緒ですね。そうね。あの、んナチ先生の中に、まだ、あの殺人鬼はいるんでしょうかどうかしらね。いる可能性はありそうだけど。もし、まだいるとして、刑務所に入っても出てきたら、 また私に復讐しようとするかも。そうね。そういう可能性もゼロじゃない。でも、裁判でどういう判決になっても、あなたに危険が及ばないようにするわ。本当ですか約束する。ありがとう。死んだ人の記憶が、臓器の移植によって別の人間に移るという現象は、いくつかの事象はあるものの、 証明はされていない。しかし、もしそういったことが可能なのであれば、ある臓器から記憶だけを取り出して、保存することもできるかもしれない。殺人事件の被害者の臓器から記憶を取り出し、犯人逮捕に役立てる。もう少し、夢のあることに応用できそうだけど、殺人事件と結びつけてしまうところが、私らしいといえば私らしいか。 事件に遭遇するために、自分の女性らしさが頭の中から消えていく気がして、少し寂しい気持ちになった瞬間、スマホが震えた。今日、夕飯でもどうあがたからのメッセージだ。それを見て心が躍る瞬間、自分が恋をしている一人の女でもあることを意識する。いいよ。どこ行こうか。メッセージを返すと、 水原は病院を後にした。